こんばんは。わあ。こんばんは。やっほー。疲れ様です。ふーちゃんこんばんは、こんばんは。皆様お疲れ様です。今日はレッスンをしてました。おうちです。ありがとう。めっちゃ動いた今日。なんか動いたって感じ。楽しかった。よいしょ。なあ、足が棒になっちゃったぜ。毎回動画見たよ。ありがとう。ツイッターのやつかな。今日は写真集をねちょっと一緒に見よう企画をやろうと思います。そうなの。裏表紙音読されてたのくさ。いやマジでさ、嫌なやつ。もう超恥ずかしいんだけど、あれ一番やっちゃダメだよ本当に。恥ずかしい本当に。ひどくない？もう悪いよな。もう考えが悪いよな。もう悪い考えしとるんよ。恥ずかしいわ。うん、そうそう。さあ、私さポストカードがさ、まだこの間のはもらってないんだけど、一応全部ね私もらえるんだけど、今はね3枚ある。3番、しぶつたバージョンしか今ないんだけど、家にしぶつたの お渡し会バージョンのやつしかない。これ1枚目が私です。2枚目が私です。渡す。3枚目が渡す。全部私。これ私物タワージョンのポストカード。あと4種類あるから、全部で7種類ポストカードはあります。でもねゲットできないんだけど、みんなはもうその場限定のやつだからさ、全部違ったの。広島と渋谷つたやさんと、最後の日のなんかオンラインイベントのやつのにみんなが届くのが8月中旬なんだけど、オンラインイベントのポストカードが一番お気に入りだった。風はオンラインイベントのポストカードマジ良かった。私オンラインイベントのポストカードはうわ好きってなった。あ、これ好きなやつだってなったから、届くの楽しみにしててください。そうサインしたので、そう宛名書いてサインしたので、ちゃんと。そうなんですよ、オンラインイベントのやつは。そう何回言うね。いや何回だって言うよ、大事なことだからね。そう写真集の中に入ってたな、水着の、そう黒のやつかな多分ですね。そうそう。ポストカード
ばんは。じゃあ早速見ていこうかな。私は2個あるんだけど、こっちが通常版、通常版と特装版。特装版開けてないんだよね、実は。特装版はこのままお家に持って帰ります。え、なっちゃんがサイン欲しいって。え、そう、なんかさ、今日エゴサしてたらさ、あのさ、なっちゃんのファンの人かな、わかんないんだけど、多分なっちゃんのファンの人なんだけど、それのさ、なんか何、多分ショールームのスクショを載せてて、私の写真集を持ってるやつでさ、なんかえ、めっちゃ嬉しいんだけどと思って、そう、なっちゃんにサイン書きたいなって思ったし、なっちゃんにちゃんとお礼言いたいなと思って、そう、嬉しかったんだよな、めっちゃ。ありがとうと思って、なっちゃんね。そうなの、いや、ありがたいよな、めっちゃ嬉しい。オキポがティッシュ配りの時のふーちゃんツイートして、あ、オキが私に惚れた日だな、さては初見釣りって言われてたから、オキちゃん、ふーさん本当に初見釣りですって言われてたからな。小野ゆきさん、ありがとうございます。ありがとう、 Thank you。 小野ゆきさん、ありがとうわです。 Thank you ね惚れた日でしょ、惚れた、晴れたの。そう、初見キラー、元気だ、何それ。ソラハが毎日ふんの、そう、今日言われたレッスンの時にソラハに、ふーさん今日からふーさんよりふーさんのツイートしますんでって嬉しいと思って、ありがとうって言って、今日まいちゃんも可愛かったんだよな。まいちゃんも本当に、もうまいちゃんが愛しいわ。中村まいさん、あ、おくん、ありがとうございます。どうぞ、ありがとう。ちおちゃん毎日うちをついつめっちゃ好きちゃうのこと、かわいいな、みんな。マイキューはなんかすごい、なんか似てる部分多くて、本当に内面的な部分で本当にたくさん話してて、今日もめっちゃまいちゃん泣いてくれて、すごい、そう、ふーさん寂しいですって言ってくれて、そうそうそう、まいこーってなったおいでって言って、そうなんよ、本当に、そうそうそうまいちゃんは本当に本当にね、めっちゃ相談乗ってもらったからな、本当に、うん、本当に。なんか私、まいちゃんと卒業まで全然、卒業発表してからあんまり二人のお仕事とかがなくて、なんかそれがすごい寂しかったみたいで、まいちゃんはそう、私全然ふうさんとお仕事ができなくてって言われて、もうわーってな、ありがとう。そうそうそう、そうなんよね、なかなかね、二人のお仕事なくて寂しいとこあったんだけど、うん、そうなんよ、
まいちゃんは一個上です、年上ですねでも同い年ぐらいの感覚です、気持ち的には。うん、ありがとう本当に。ありがとう、みんな大好きだよね。もう一気上に思い、そうなんよね、好きでいっぱいです本当に私こっから上は大人っぽいんだよ上半身はね。じゃあ写真集見ていこうかな。ぜひ皆さんも、お手持ちの皆様も一緒に見ませういやなんか上半身だけだと身長高そうって言われるんだよ。そう、1ページ目は私の足です。あかりんも最後のピアリ舞台、ふーちゃんの分まで頑張る。そう、あかりん、そう、あかりんにもずっと応援するからねって言ってる。あかりんもね、こないだもいっぱい話した。そう、りんごさんとは考え方というか、そういうのが似てるというか、アイドルに対する。あんよめっちゃ美人、ほんとあんよに美人とかあるのかな、わかんないけど。いいふくらはぎ、この2ページ目のところは本当にの口のところはいつ撮られてたかわかんないんだよね。表紙は、あ、すごい私の好きなポイント、表紙のここをめくるとモノクロになってるんですよ。実はこれがなんかちょっと卒業記念っぽいというか、卒業アルバムなんだろう、なんかそんな感じがして、結構モノクロで好きなんですよ実は。そうでですね、次がパーツが結構続きますね。背中、目、足。そう、今日ダンスの先生にも写真集早く見たいって言ってもらえて嬉しかったです。背中綺麗、ありがとう。肩甲骨、次もパーツですね、メガネのところ。次がめっちゃドアップの涙のやつ。これはあれなんだよな、あのあれなんだよ、本当に雨で、そう、雨降ってて、最終日に撮ったんだけど、この写真本当に雨降ってて、おとととととととってなりながら涙の写真を撮りました。これは予定にはなかった、その場で急遽撮ったカットですね。でタイトルが入ってます、 ST ボティというベストでさよなら。目の形がすごい好き、本当？アーモンドアイって感じするよね。次がおもこいの場所ですね。セーラー服着てる、セーラー服着てるのは1日目だったんですよこの日。懐かしい感じがします、とっても。もうおへそちらりですね。次がそちら、みたらいです。そう、セーラー服って言われてどう思った？うん、最後かなって思った、撮影できるの。
だし、なんだろう、 STU は結構初期の頃セーラー服着てたから、なんかそういう意味でも自分の初期を振り返るじゃないけど良いのかなって思った、キャベツも見たらそうだよ。そう、次が海ですね。みたらいのとこの、ここもねすごい天気良かったんよね。自然体ですね。カバン振り回してますね。あ、キャベツ、キャベツ来た。キャベツ衣装、麦わら帽子、これは綿毛を持ってます。綿毛ふーってしてる動画あるので、またどっかで載せようかな。そうそうそう、そう、楽しかった。結構スタッフさんとかメイクさんとか、していただいたメイクさんとかにはこのページにサインをしました。この 両開き両、ん？なんて言ったらいいんだ、両面開きのところでやりました。そう、それがここが多かったな、サイン。そう、こんばんは。あ、その次のページのアップのショットが私はお気に入りなんですよ。なんか麦わら帽子の影がすごい好きで、個人的になんかわかんないけど、私のフェチじゃないけど、なんかすごく好きポイントなんですよ、麦わら帽子の影っていうのが。で、それがねすごく好きで、あと目に光が入ってる感じがすごい好きで、したらね、なんとちょっと見てほしい、これをね皆さんに見せたいものがある。ちょっと待って、じゃん、じゃじゃじゃん、おふうが動いたぞ。そうだよ、おふう、たまには動く、本当にたまに。見せたいものがある。これはカメラマンさんの、今回写真を撮っていただいた佐藤雄一さんというカメラマンさんから発売おめでとうというのでいただいたものなんですけど、なんとすごく素敵なものをいただいてしまいまして、なんとなんとこんな素敵なものをいただきまして、サプライズ、じゃん、こういうすごく高画質のバージョンを、私がこのショットが一番お気に入りなんですっていうのを言って、すごく綺麗なやつに入れて、これをいただいたので、またお家に持って帰って、これは親とかに
見せたいなと思いますね。ありがたや。あ、止まった？止まった？止まった？あ、大丈夫、直してただけだから私、心に。あ、大丈夫？ありがとう。そう、そんな感じです。はい、そしてどこまで行ったっけ。あ、お気に入りのページ麦わら帽子まで行きましたね。今この辺です。あ、見づら。そう、いい感じ。そうなんですよ、めっちゃ楽しかった撮影。麦わら帽子くしゃくしゃにすぎ。いや、これは走ってる途中なんですよ。走り切った後でなんか坂道あって、こう途中で麦わら帽子絶対落ちるんですよ。走るのを走ってたら、こう勢いダッシュしたら落ちるんだけど、それを落とさずに振り返った瞬間に撮るっていうのを何回もやってたから、どうしてもくしゃくしゃになるね、これは。そう、落ちた瞬間振り返って撮るっていうのを、でその全力の瞬間をそうやるんですよ。そういうショットなので、実はくしゃくしゃなんですよ。で麦わら帽子終わり、足裏、足の裏ショットがあり、そう、そういう瞬間なんですよ。足の裏ショットあり、両開きショットあり。うわー、その次のページの衣装変わったキャミソールの衣装は、これは広島のホテルで撮りましたね。まだ髪が長い時期なんですけど、キャミソールの時ですね、これも。そうは、もうなんかこの日もほぼメイクしてなくて、そう、基本的にほとんどメイクしてないんだけど、そう、すごいナチュラルな寝起き感みたいな感じで撮っていただきました。そう、ヒゲオフー、そう、ヒゲオフーです。ヒゲオフーの次のページですね。今フーは寝転んでいる。なんかここはスイートルームみたいなとこでした、確か。うん、上のところ、そう、こんな感じですね、このカットは。そう、次がアニメイト、ゲームしてます。ガンダムやってますね。そう、リーガロイヤル、ガンダムちゃん。そう、これはもう私の趣味全開ゾーンです。そう、アニメイトが結構意外と人気だった。
そう、幸せのハイジャンプをしてます。漫画を背景にアニメイトの漫画を背景に領域展開してます。何が言う、最近は何が流行ってるのって言われて、カエルマさんに、いやこれでしょって言って、もうこれでしょってなりましたね。そう、いっぱい見ました、たくさん。楽しかったな、ここ。これは朝だったんですよ、ワンカット目でしたね。そう、アニメイトの撮影はワンカット目で、そう、次はかき氷ですね。実はですね、かき氷の時にはもう髪が短いんですよ。これちょっとね、順番前後してるの、ここだけ。そう、この言い方かよ。私ここの帯の巻いてるのが好き。この何、これなんかわかんない、帯締めっていうのかな、帯締めがすごく可愛くて。そう、こんばんは、ありがとうございます。そう、よく見たら、よく見たら短いんだよね。まとめてるから頑張って、わかんないんだけど。味は選べたの、味はね、そう、でもイチゴが良かったから、その時は。でもチョコミントも実はその後食べたんですけど、そう、美味しかった。うん、めっちゃ美味しかった、この時。そう、で真っ赤なお花のトナカイさんやって、風鈴ですね。かき氷、普通に雪帽子で調べたら出てくるよ。広島雪帽子ってググってみ。自分で調べること大事だぞ。うん、風鈴めっちゃね、チン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 って言ってた。で次が見開きのページですね。並んでて行けんかった。いや本当にめっちゃ人気。だからシティアのメンバーほとんど行ったことあると思うよ、そこのかき氷屋さん。うん、行ったことあると思う。そう、いちご美味しいよね。次が大人っぽいカットですね。ワンピースドレスみたいな、なんかこの青色のドレスか真っ黒のドレスがあったんだけど、どっちか迷ってて。そうそうなんよ、どっちか迷ってたんだよな、めっちゃ。そう、でもこっちでよかったかなと思う、今としては。そう、あでも黒いのね、めっちゃ可愛かったんだけど。そう、よかった。ディナーをしました。おしゃれな、なんかお肉とか食べた。そう、お肉とか。そう、いっぱい食べた。うん、全部広島だよ、下落ちで撮った。そう、これこの方はちょっとメイク濃いめにしてもらった。デザートの時すでにお腹いっぱいなんてなかった。いやなんかそれがさ、なんか高級料理って感じだったから、なんかコースのすごいちょこんちょこんって出てくる感じだった。本当におしゃれ、なんか
あ、こういうところでプロポーズとかするんだろうなみたいな場所お上品な感じでした、すごく。で、髪を切りました。髪を切りました。そう、フォンダンショコラ。そう、髪を切った、そういつもよく行く美容室さんで切ってもらって、本当にすごい高校生の時から行ってて、そう、すごい素敵なね美容師さんで、いつもね、ふーちゃんって言って、最近頑張ってんのって言って話してくれる。いっぱい美容師さん、そういつもさ、行ったらさ、ふーちゃん高校何年生だったんって言われるんですよ。だから、そう、違いますよ、もう二十歳ですよって言って、そう、ふーちゃん高校何年生になったんって言われる。そう、もう二十歳ですって。そう、ずっと高校生だと思われてる。そうなんですよ。そうなんよね。でもすごいね、よくお世話になってます。ヘッドスパとかしに行ってた。そう、出会った時からしてて、そう、なんかね、メイクさんが紹介してくださって、その美容室を。そう、それだから、なんかもともと紹介じゃないけど知ってる状態でメイクさんに最初予約というかお願いして、行きたいですみたいなのを言って行かせてもらってだったので、もともと知った状態でだったので、そうなんですよ。そう、行ってましたね、そこに。はい、そんな感じです。で、髪を切り終わり、切ってる最中も撮ってもらい、次が特装版の表紙があるページですね。特装版の表紙がある、あみあみのニットの水着、かわいいです。この水着すごくかわいかった。そう、これはもう尾道ですね、尾道のホテルで撮りました。すごくかわいい、この水着すごくかわいかった、本当に。うん、可愛いんですよ。部屋着っぽいよね。部屋着じゃないけど、なんかね、あんま見ない感じ。おしゃれ水着って感じ。そう、できましたね。この布団に寝転がってるあたりは、もう本当に本当に眠たくて、朝だったんですよ。朝一の撮影で、これがもう本当に眠たくて大変でしたね。途中でもうこんなになりながらこうやってなりながら眠たかった、この時は。うん、そう、そう、すごく真っ白じゃない、真っ白じゃないじゃない、真っ白だったんですよ、部屋が全部真っ白、もう白しかなくて、そう、すごかった。うん、光が反射して、これは水着で撮ったの2回、これ1回目だね。そう、これ1回目の水着ですね。そうなの。で、
寝転んでる感じですね。なんか柔らかい日差しがすごく入ってきて、そう、よかったです。天気が持ってくれて、そんな感じで、次がこれは広島港の両開きのここ、そう、茶色のタンクトップ。この前にコーヒー屋さんに行ったんだよコーヒー屋さんに行ったんだけど、そこは使われてないんだけど、だから私がプライベートでたくさん買い物をしたそう、コーヒー屋さんに行って買い物をしました。これそう、よく歩いた道、みんな歩いたことあるんじゃないかな。広島港の SG48 号に行くところ、これは広島港行く道ですね。みんなにも懐かしい感じだよね、結構この道は。で、広島港の写真あって、次が風を待つの鉄橋、あの尾道の風を待つの階段を登るところを渡る鉄橋、電車が通るところです。そこで撮りました。なんかさ、電車来るから電車といい感じに撮ろうみたいな、でなんか電車待ってたんだけど全然来なくて、やっと来たと思ったらなんか貨物列車で普通の電車なくて、なんかすごい荷物しか運ばない貨物列車だったから、行くかってなって次に行きました、もうそうなんよ実はこれすごい紫陽花が咲いてました、綺麗だった。これも良かった。これ、このなんかあったかい感じがあるじゃん、こっちの。これは、あの、詩編っていう本屋さんがあるんだけど、こう小道を進むと。そこに行く途中で撮ったやつ。その小道みたいなところで撮りました。詩編で買った本あるよ。詩編で買った本持ってくるか。ちょっと待ってね、紙片で買った本ちょっと直しちゃったな、あ、直しちゃったわ。あのインスタに載せてるので見てくださいインスタに載せた本です。はい、それです。あっち直しちゃった、インスタで見てくれ。そう、あれを買った。で、次が、未来心の丘ですね。これが雨降ってたんですよ。雪かなって思うんだけど、写真見たら粒があって。そう、これがね、雨なんだよな。雨の中、濡れながら撮りました。傘が可愛かったですね。私こう傘投げたんだよ、何回も投げたっていうか後ろにコンってそうそう、でもすごいなんか懐かしい気持ちになった。ペダル撮った場所だったし、ファンの方と初めて一緒にミュージックビデオ撮った場所だったし、なんかこんな場所だったっけって思った。 MV の時すごい人いたし、スタッフさんも含め、スタッフさん、ファンの方もたくさん、メンバーもたくさんだったから、あれこんな広かったんだってすごいこの時思った。未来心の丘、うん、そうそうそうね、そうなのよね。
雨に濡れてるヤーブです。が見開きまでありのって感じ。あ、で風を待つのジャケ写のオマージュしたの。皆さん風を待つのジャケット写真持ってる方はぜひ見比べてみてください。同じ画角のはず。見たかな、もう風を待つのジャケ写とオマージュしたやつ。私だけその場所にいて、千穂ちゃんじゃない、ゆみりんとひなちゃんはいないんだけど、本当はジャケ写だとゆみりんと千穂ちゃんじゃない名前、ゆみりんとひなちゃんがいて、ふうがいてっていうジャケ写、3人のジャケ写なんだけど、それと全く同じことをそうしたくて、そうなのしました。ここはちょっと懐かしい感じを出したいなと思って、そう、ぜひチェックしてみてください。そう、再現してみた。で、次が駆け上がってますね。で、その次が紫の水着ですね。この紫の水着は尾道と同じ日ですね。このジャケ写のオマージュした時のと同じ日に撮りました。瀬戸田サンセットビーチっていうところに行って撮りました。転ばなかったよ、走るの好き割と。そう、瀬戸田サンセットビーチです。紫のシンプルな水着です。そうなの。ありがとう。そう、楽しかった。この時めっちゃ冷たかっためっちゃ冷たかったんだけどさ、水。あ、これは決めてもらったの。そう、水着決めてもらったんだけど、めっちゃ寒くって「うっ」って「うん」ってなった。そう、脇の下らへんにほくろある。そう、これなんか配信で一回言ったことあると思うんだけど、ここにねほくろがあるんだよ、私。おっきい。そう、雨がなんか上がったぐらい、上がったぐらいだったかな、確か。めっちゃ寒かった。だからでも暑いなーって言いながら、あったかいなー、暑いなー、暑いなーって言いながら撮りました。そう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 なんですよ。で、水着ではしゃいでますね。もう本当にはしゃぎまくりでした。楽しかった。あ、このヒャーってなってるのは実は寒いのやつです。全身のやつ、水着のそうなんだよ。私もこれお気に入りなんだよね、割と。そう、割とお気に入り。で、この座ってるやつはサーフボードに座ってます。そう、サーフボード？違う、ボートだ。ボートがね、裏返しで落ちてた？ん？転がってたみたいな。だから乗ってみようってなってボートに乗りました。そう、そうなんよ。で、アップの写真ありの、足洗いのって感じです。そう、ボートが横転してました。で、次が四つ葉のクローバーですね。これが最終日のカットです。これが最終日のやつで、四つ葉メイクさんが持ってきたんだけど、この日も雨がすごくて、これは鹿島
ていう場所で撮りました。なんかね、いっぱいあったらしい、四つ葉のクローバー。この時すごいよね。で、この鹿のやつもお気に入りなんだよね。なんか鹿の時、鹿乗ってるやつあるんだけど、オブジェみたいなやつ、鹿の乗り物じゃないけど鹿に乗ってるやつ、あの後ろのこれとかにも乗ってるやつなんだけど、すごいね、あの鹿、ふーちゃん鹿埋めてるねって言われながら通りました。鹿埋まってるみたいだよね、これ土に。私が上から埋めてしまったみたいになってるんだけど、そういい感じのショットが撮れました。え、本物の鹿もいた、うん、鹿の鳴き声を間近でたくさん聞いたのは初めてでしたね。鹿ってめっちゃ鳴くやんと思って、うん、びっくりした。そう、鹿島は無人島じゃなくて、無人島なのかな、わかんないんだけど、本当にすぐね、愛媛のところから、松山からすぐなんですよ。船で4分ぐらい着いて1日ですぐ回れるぐらい。そう、そうでしたね。これはなんかテーマはなんか幼馴染感的な感じだった気がします。そう、田舎の幼馴染感ですね。もうめっちゃ近いんだよ。どんなところ？鹿が いる島あ、でもこれは本当晴れてた方が良かったもっとらしい。夕日がすごい綺麗なんだって。この日も楽しかったですね。これはもうはしゃぎまくりやぶしたりして、これも最終カットで、そうラストカットだ寂しいって言いながら撮った写真です。水着のカットは、そう、うん、な感じですね。あとはアップ2連ちゃんですね。写真今ここです。アップ2連ちゃん、うん、楽しかった撮影があり、これ私がね何も考えずに撮られてると知らずに落書きを捨てました。え、そのさ、ここあるじゃん、これこれハートしてるんだ、こうやって背中で、わかる？手でハート作ってるの。そうピースバージョンもあるんだけど、ピースバージョンはあれまだね載せてない、オフショットで送ろうかなって思うんだけど、ハートしてありがとうっていう気持ちを込めて。そう、気づかなかったでしょそう、これハートしてるんだよ実は。そう、愛を込めて。ただ立ってるだけだと思った？あっ、ヒッ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 嬉しい、みんなにバラせたそう、これで STU の U の中に入って最後の写真ですね、これが。で、そこからはインタビューのページになります。インタビューはぜひ皆さんゆっくり読んでくださると嬉しいです。オフショットもあるので、裏に、裏じゃない、一番最後に。これなんかみんながさ一枚一枚私との思い出の写真じゃないけどツーショットをなんか原稿者さんの編集者さんに送ってくださったみたいで、みんながめっちゃ嬉しかった。うん、
すごい嬉しかったなこれ、うん、そうみんなが選んだみんな提供してくれたんですよ。そう私も知らなくてこの写真あるので初めて見た時にそうえすごいんだけどってなった嬉しいんだけどってなってそうありがとうございますってなりましたそうそうそうじゃなかったの。編集さんも私にこのページをサプライズにしてくれてたみたいですごい嬉しいですね。そんなプチサプライズがたくさん詰まった写真集になっておるのでぜひ皆さん見てみてください。ありがとう。そうなんかさトロちゃんもさトロブさん卒業しちゃったメンバーなんだけどトロブさんもさなんか買ってくれたみたいでアマゾンで届くんだもうすぐって連絡来た。嬉しい。そう、 そうでもトロちゃん用にさ実は書いてたんだけど写真多分渡したんだけどトロちゃんの事務所の方にまあ届いてないのかもしれない。トロちゃんも2冊になっちゃうそう嬉しいと思ってで両方にサインするねって言ってたの今日。嬉しい。そう73パターンになっちゃった言っとけばよかった送りますよって送るよって言っとけばよかったけどみんな自分で買ってくれて本当にもうすごい優しいんだけどと思ってねえありがたい本当に嬉しい優しいねみんな。そのゆらちゃんとかもすごい反応してくれるんだよねストーリーとか嬉しい。それもゆらちゃんなんか私物さんの告知した時にふうさん行っていいっすかって来てやめといた方がいいんじゃないかなって言ったんだけど面白いよねゆらちゃんも。そうドラさん卒業しちゃったゆらあかりちゃん今グラビアですごい、ね、頑張って愛されてるんだけどそうふうさん私物さん行っていいっすかって来てそうそうそうありがたいねみんなにそんな優しくしてもらえて私は幸せだ。そう。ありがとうございます皆さんも買ってくださってゲットしてくださってヒッピーさんも暗めの動画ねみたいですねめっちゃ嬉しいびっくりしちゃった本当に嬉しい。うん、嬉しいな。なんかありがたいですね本当に。ありがとうございます。ありがとう。なんかさすごいね嬉しいよそうなんかねあかりんとかさおきちゃんとかもそうなんだけど
すごくさ、ふうともうなんか目が合うたびにさ、あ、ふうに良い感じたとか言ってくるんですよ。すごいさ、なんかいじられてるなとは思うんだけど、でもなんかそういうね、愛のあるいじりというかはね、すごい嬉しいんだよな実は。そう、やめろよとか言いつつなんか嬉しいなって思うんだよな。そう。結果ね、そう、やめろやめろって言いつつ、そう。そうね、みんな好きだよ。ね、嬉しいですね。こんばんは。疲れちゃんです。卒業まで1週間切って心境の変化ってある？どうなんだろう、どうなんだろう。ね、あとでも少しだから卒業コンサートまで、本当にレッスンももう数えられるぐらいしかない。卒コンまでの日数自体が数えられるくらいしかないからあれなんだけど、そうなんだ。ショールームはね、7が最後かな。7の夜です。ですですです。今日卒コングッズの発送通知来た。あ、本当。嬉しい。よろしくです。ね、卒業後一般枠で配信、卒業後配信しないね。そうなのよ。ありがとうね。卒コン無事に開催されるといいね。そうですね。でも本当に皆さんも本当に体調というか、コロナもそうだけど普通にね、体調暑いからさ、めっちゃ暑いじゃん、なんか知らんけど夏じゃん、なぜか夏じゃん、夏が来ちゃったからさ、普通に熱中症とか気をつけてね。うん、ね、いやほんと水分補給大事。何
んで夏なんだろう今って。暑いよな。スポーツドリンクは何が好き？アクエリかポカリか蛍光補水液かって話ですか？こだわりないかな別に、スポーツドリンクに。そこまでこだわりがないかも。あんま味の違い覚えてないからな、どっちがどっちか。毎年暑くなるね、毎年暑くなるね。レッスン中は私お茶ですね基本。最近はお茶、お茶茶です。お茶茶コンビニで売ってるさ、なんだっけあのさ、最近あれ よく飲むんだよ、あの夜間で。みちょはね、レッスン中のまあちょっと最近は喉乾いちゃうから、夜間でなんとかの麦茶か、そう。それ好き、うん、そう、麦茶好き。夏の麦茶の美味しさが半端ないんだけど、夏の麦茶ってなんでこんなに美味しいんやろうか。そう、夏の麦茶めっちゃ美味しい。夏だって思う。うん、麦茶の夏感がすごい本当に、うん、うん、なんか基本的にお茶は苦めなのが好きなんだけど、夏の麦茶がいいよね。でも夏ってちょっと、そう、ミネラル豊富。あ、そうだよね、健康ミネラル麦茶ってありますよね。うん、アニメとかでも絶対麦茶だろうなって思う。カランカランってに入ってやつ、うん、水はどこの、水はイロハス。水はイロハスが好き。うまいよね。ゴゴティー派、リプトン派？どっちも飲まない。そう、ランランラン飲まないね。甘すぎて、ちょっとココティーもリプトンも、なんかそれでカロリー取るのも尺だなっていう謎の。なんかドリンクでそんな、スタバとかのフラペチーノももうずっと飲んでない。なんかペットボトルでさ売ってるものってさ、ゴゴティーとかリプトンとか、
なんかありえん量の砂糖入ってそうだなと思ったらちょっと怖くて飲めないんだよな。そう、だったらキュウリとか食べたい、イカとか食べときたい。イカゲソとか食べたいな。だったらそっちじゃん、そっち食べたくなるな。フーと食の好みが合わない、ずっと合わなくて泣いてる。合わない？私とキュウリ好きだよ。食の好みか、まああるよね、好みって。食の好み、キュウリしか食わんのか。そんなことないよ。何が好きなんだろう。でもなんか実際本当に和食が好きで、多分一番好きなのは和食なんだよ。ブームはあるんだけど、その中華ハマってる時期とかブームはあるんだけど、基本的にずっと一番美味しいと思ってるのは本当にお漬物とご飯、白飯が絶対もう最強だと思ってるタイプの人間なんですよ、割と。そうそうなの、マジです、マジです。おじさんじゃなくない？別におじさんじゃないよね。え、ご飯にお漬物ってさ、全然おじさんじゃない気がするんだけど、おじさんなの？初知りなんだけど、それがおじさんなのは。普通にみんなさ、食べる人食べない？おじさんなの？ちょっと衝撃なんだけど、それは。だって日本人の人って昔から食べてない？結構そういうの。好きなんだよね、すごいそういうの。毎日それでも行きます。お、いいね。白菜のお漬物が好き。美味しいよね、白菜。卵かけご飯も最強に好きだよ。コンビニご飯って飽きるくない？なんか割と同じもの食べれる人なんですよ。なんか何だろう、飽きたなとか、なんか逆にあんま挑戦そんなめっちゃしないタイプで、そう。だからコンビニ行っても結構買うもの決まってるから飽きるとかあんまないかもしれない。何買うん？コンビニで。コンビニ行って何買うだろう。お昼行くってなったらサラダチキンか、そのセブンのキュウリのやつがあるんだけど、とかシシャモとかそういうのそういうのです。と水あ、プロテインバーも買うな。プロテインバー、デザートにプロテインバー。
炭水化物取らない。うん、炭水化物ね、あんま取らない。炭水化物ってさ、取ろうと意識してなくてもダイエットしてる時でもさ、絞ってる時でもさ、いろんなものにさ炭水化物って入ってるんだよ意外と。そう、だから糖質制限してる人は本当にすごいなって思う。そう、炭水化物って結構糖とかもさ、糖分とかでも炭水化物に値するものもあるじゃんか。だから意外と見知らぬうちに取ってるんだよ。そう、だから別に何もダイエットとかストイックとかしてない時は気にせず食べるけど、そういう時はわざわざご飯、お米とかパンとか麺類とかわざわざ買わないかな。多分必要分は入ってるだろう。あかん、目にこ、目にまつげ入った、痛い、待って待って、死ぬ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 、痛い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 、死ぬ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 、死んじゃう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 、痛い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 、無理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 、痛すぎる痛すぎる、痛いよ痛いよ待って待って待って、無理無理無理、痛っ、あー取っちゃった待って待って、めっちゃ痛い、待って、めっちゃゴロゴロする、なんで急に、え、なに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 、痛い痛いです、え、どうしよう、めっちゃ痛い、あ、赤くなった、もうだった、もう無理すぎてちょっと出てきた、あー痛かった今、だ、ちょっと待って、本当に痛い、あ、なんだなんだなんだ、すごい痛いぞ、あ、ちょっと治ってきた、あ、痛かった痛かった今、大雑把だからそのまま入れちゃった、またまた入れちゃった目薬どこだったな、あっちか、うん、でももう大丈夫になった、うん、ごめん心配かけました、うん、大丈夫になった、あとでアイボンするすごい雑いんだよねこういうとこちょ入れちゃった、そう焦った、よかった、焦った、いやちょっと今 目ん玉が飛び出るかと思いました、アイボン大事、アイボンしたことありますか皆さん、皆さんアイボンしてみてほしい、めっちゃ自分の目の汚れに引くから、私引いたもん、きっだなってなったから、目の中汚ってなるから、アイボンしてみてほしい、あれめっちゃいいようん、気持ちいい本当に、え、そう、花粉の時とか本当やばい、うん、汚なって思うから、うん、もう眼球をそのまま洗ってる感じなんだけど、すごいよあれ、あれはすごい丸洗い、本当に眼球丸洗いだから、え、感動を覚える、本当に汚れに、え、目悪くなくてもいいんじゃない、多分目の洗浄大事だよね、うん、すっごくすっきりする、おすすめです、アイボン
楽器は汚そう。いや本当に汚いと思う。眼球って汚いよね。わかる。わかる。眼球って汚いよね。少し背の高いあなたの耳に寄せたおでこ甘い匂いに誘われた私はカブトムシいいよね。正解。アイボンからのアイコス。酔っちゃってほろ酔いでほっぺに夜風浴びてほろ酔いで。マイカーで一番小柄なのってヤブさんの身長的にちっちゃいのはココアの方がちっちゃいですね。まだ今日ねさマイカーで会った時にさココア身長伸びたねってさダンスの先生に言われてたから私がさりげなく横に立ったら私の方が高かった。まだ負けてない。そうだよ、ここはもう卒コンまでに抜かしてやるって言われた。絶対無理だよって言って。そうそう、ココアが多分一番ちっちゃいんじゃないかな。だから身長的にはふう、ココア大きい、矢野空派どっちかぐらい。矢野空派どっちかで、由美子先生っすよ。うん、空は高いよね。困った時はひなちゃん、そう。全メンバーで一番小さいの？二期生ちゃん入れたらわかんないけど、今は。一期だとひなちゃんじゃないかな、まだ。まだっていうか。うん。ピオじゃないかな。うん。ピオと、でも可動機も冬よりちっちゃいんだよ身長。ミナミも冬より多分低い。意外と私さちっちゃい族の中では上なんですよ。そう、意外でしょ。そう、自分でももう意外だなって。でもちっちゃい族の中では意外と、そう、みんなにすごいびっくりされるんだけど、そう、意外とね、シビーズの中ではそう。マジどんぐりの背比べなんだけど、1センチ差ずつとかなんだけどみんな1センチ差ずつ上がっていくんじゃないから。
そうだよ。うん。そう、マジ僅差。アリちゃんはね、伸びてる、めっちゃ。全然大きい風より。そう。大きいね。一番伸びたのマイハじゃないかな。ふう中2で止まったんだよね。え、違うよ、もっと前だよ。私が止まった、私小5だよ止まったの。中2の段階ではもう同じこの身長ですから。私は、私小5だよ止まったの。そうだよ、え、そうだよ。やばいって言うなよ。やばくないだろ、何も。何もやばくないだろ。そうだよ、私一番後ろの時期とかあったんだから、小2とか一番大きかったんだから、ふ。みんなの一番後ろの方にいたから。小5の時から大きかったよ。小5も大きかった。そう。中1でちょっと驚いたんだよね、真ん中らへんに来て。あれ？あ、そうなんだみたいな。あ、私ってこんななんだみたいな。そう、そうそうそう。で、これをやったことない。これから2番目は、これが3番目かは経験したことあるけど、これはやったことないから、ふ、前へ習いの。そうです、そうです、大丈夫。小5の時とか大きかったな、ふ。バスケやってたのに伸びなかったの。伸びなかったね。リバウンドの練習しなかったから、リバウンドから逃げてきた人生。バスケットボール時代、リバウンドの練習から逃げてきた人生だから。動画で止まったな。めっちゃ悔しくたけど、今からやることあるので、やることやってから寝ます。ああ、頑張ろう。よし、眠たいよ。一日中動いてたら眠たいね、さすがに。それではランキングを読みますぜ。30位ハム、29位デュラント、28位ライ、27位フクロ、26位ケン香港、25位トップティーの和尚、24位テリーピー、23位マサシ、22位奥行き、21位おかず、20位セティン。お風の魅力がたくさんの写真集、最高のプレゼントです、ありがとう。19位がダソク、18位がタロス、17位がキョウキョウ、今日の曲これがなくなった卒業を感じると思う。確かにメールね。16位がリリとルル、写真集の感想お手紙から待っててね、ありがとう。15位がデミ、改めて写真集最高、煮卵とのツーショットがお気に入りだよ。14位がキラキラピーピー、13位がドリン、手紙書いたので明日送るね、文章苦手やけど頑張った、ありがとう。12位がふおしのタカさん、素敵な写真集ありがとう、こちらこそです。11位がロングソード、レモンの余韻、さよならの季節。あ、ぜひ皆さん並べてください。ありがとうございます。はい、嬉しい、がたい。
はい、どこまで読んだかな、ロングソードさんまで読んだかな。はい、獣医が新卒業後も、うん、今日の配信見ながら写真集見てるのこと思い出す。ありがとう。9位がタカトマクフィカさん、8位がアキアキアキ、電話ボックスのオフィシャルと思い、あ、ね、そう、もらっとくね。私の携帯ないんだよな、多分今。7位がドンパンダ、イチゴを花にしたカットが好き。煮卵どこ、多分あれじゃない、オフショットのとこじゃない、最後のいっぱいのとこある、いっぱい写真あるとこじゃない。6位が保安官、オフ全力応援、写真集1ページばっか、ありがとう保安官さん。5位がブビンさん、ありがとうございます。4位が、独眼竜グルメさん、ありがとうございます。3位がしんちゃんマン、ふーちゃんの魅力が詰まった写真集大事にする、ありがとうございます。1位が小野ゆきさん、ありがとうございます、ありがとうでした。1位がおっくん、ずっとふーちゃん推し、ありがとうございます。おっくんサンキュー、皆さんありがとうございます。わー、というわけで皆さん今日も配信見てくださってありがとうございました。はい、というわけでね、また明日になるかな、また明日というわけで頑張って生きていきましょうそれではおやすみなさい。バイバイ。ありがとう。